どうもこんにちは。はいどうもこんにちは。よろしくお願いします。とりあえず始ありがとうございます。さあ始まりましたね。さあ始まりました。ワロップ放送局から生放送でお送りするはいはいフリー芸人による冠ンムリ番組争奪バトルいただきということで。はい始まりましたね。はいよろしくお願いします。お願いします。 さあねえまあぬるっと始まりましたけどねあの今回の間がありますけどね今回がその予選の2日目2回目です1回目も僕らやりましたね1回目も僕らやって前回もあのスタートがねこんな感じだったそうそうそういつ始まるか聞こえましたよねみんなね321バって出てくると思ったじゃないですかうん 前回もこんな感じではい、はい、スタッフさんが今日来て、はい、今回、あのーうん、出がですね前回ちょっとグダグダってなってしまったんで、はい、今回はあのー、万全を期してのスタッフが来ます,んでですねって言って、はい、回今回全く同じような感じに。<laughs> リピート放送を見てるかのような感じに。これがね、いわゆるお笑いの被せというものですね。前回来てない方はまたこれ。前回来てない方被せでもなんでもない。あ、そうですか。ただに具だったなって感じです。ね、でもいいですね。お客さんもね、たくさん入ってますよね。本当よね。たくさん入ってますよ。ね、あのこの向こう側でね、見てる方もいますんで。そうですね。二階席聞こえます？大丈夫ですか？っ二階席があるんじゃねえかみたいな。放送ではあるようにね、思います。見えますので。生放送されてますんでね、これこの番組はですね、現時点ではどこの 事務所にも所属していないフリーの芸人さんがですね<ー>一度に返しましてネタで勝負し、うん、一番面白いフリー芸人を決めてしまおうではないかという大会となっておりまお素晴らしいです、ねはい、はいはい。さあ予選三回。うん 今日が2回目ですあと1回ですね、はいはい、そして準決勝二回決勝一回の中から選べた上位何組かはここワロップ放送局で冠番組を持つことができるという、うん、何組って決まってないですからね面白ければまあそれで何組も持てるかもしれない持てる可能性があるとオーディションも兼ねた見物の笑いバトル皆さんもチャンスですよ本当にねいやいやいや,いや <laughs> 皆さん客席からボケてきたらチャンスみたいなないですよやり,、ま、やりましょうよいいやいや絶対やりませんよこの方は <laughs> すいません、ね、いや面白そうな番組作りそうな感じが いや,いや下町ぐるっとする番組だよ多分ああよ、ね、一緒に散歩したいですけどねさあということで審査をするのはですねワロップ放送局のプロデューサーこのワロップですね、はいはい、急に曲が流れ出すっていうね恐ろしい演出でございますけど、はいはい、この音は最初から欲しかったんですけどね,どねそしてワロップ放送局のプロデューサー、はい、そしてディレクター、はい、放送作家そして今日会場にお越しいただいた、はい 皆皆さんがやります。決めていただくということになっております。皆皆ますねえー、審査をする目で厳しく見てください。やりづれえよ、お前。<laughs> こっから出てくる人、みんなやりづれえだろう,よう。まあ、普通にね、笑って楽しんでみてください、ね。あのー、えー、投票用紙があの、表で配られたと思うんですけど、お帰りにね。はいはい、あのー、帰りにあの出口の方で投票用紙箱、は投票用紙の箱がありますんで。もう皆さんね、お手元に持ってますもんね。 普通にに投票用ございいままますすす椅子もあありりねね面倒くさかった今のうちちゃちゃちゃとかいの予想みたいなの仕組みないんですおっ当たった当たったみたいなないですからね笑っていただければねいいんですね。ということで今日はですね予選2日目と2日目2回目1回目も盛り上がりましたからね1回目は史上空前の盛り上がりでしたからねただね一組も名前を思い出せないというねななんでですかんだっけな どうしたんですかたつみたいな人がいないですょ <laughs> お天気予報をやった人いないでしょう <laughs> なんかいましたけどね、えー、今日はですね、うん、20組 20! すごいですねフリーの人がそんなにいるんですか言ってもね 結構ねただ事務所入ってないだけで芸歴結構やってる人はいるんですよねいやでも今日はみんな若手ですから若手ですか若手ですよじゃあちょっとねフレッシュな感じでちょっと僕らが今12年目で12年目ですねそうなんですよ12年やってましてそうですよね俺サンミュージックという事務所にいましてうん。知ってますかね知ってますかご存知ですかね杉ちゃんとかはい。杉ちゃんもう売れ終わりましたけどねちょうどちょうど昨日でしたっけてなんですけどねちょうど昨日売れ終わった昨日終わったんですかそんなヤフーニュースに出てますそんなありましたっけちゃん 売れ終わりみたいなのあるんですか y a <laughs> ニュース出てましたき<日>ちゃん売り切れましたから <laughs> 売り切れました <laughs> <laughs> なるほどさあそういうどこの事務所にも入ってないというそうですねえここでアピールして事務所入れるかもしれませんからねそうですよですはいはい、はい、チャンスですから、うん、チャンスですよさあそして最後にですね、うん、携帯電話の、えー、電源をお切りいただくか学ぼうの設定にお願いしますと携帯で見てる方は電源切っちゃだめですよ いやそれはそうです。あのスマートフォンでね見れるんですよ今ね放映されてるんでねその方は電源切っちゃダメですだい会場にいる人は会場の説明大体分かってます会場に住んでる方は会場に住んでる方っていねえよ会場に住んでる方お切りくださいということですねいたか寝泊まりしてるもう一時間半のね何お前会場に住んでる人が予想以上に受けてびっくりしてんだよお前びっくりしうん 違いますよね、違いますよ、すいません、本当にね、こいつはね、失礼なやつなんですよ、とにかく。さあ、ということで、そして写真撮影もご遠慮願いますと、あと途中でトイレに行けなくなった方は、会場の出口、出まして正面のところにあります、あの正面のところにも人もいますので、聞いていただいても結構ですということです。さあということで、早速いきましょうか。っちゃいいましょう組るんでねブロックごとに 4ブロックに分けて5組ずつネタ見ていただいて、はい、でネタ終わったら僕らが出てきてあの5組にお話を少し聞いて感想なんかを聞いてそれを繰り返していくという感じでやっていきますさあということで1ブロック目5組のネタを見ていただきましょう、はい、それではえー冠番組ソーダスバトルいただきスタートです、うん